これね、昔も言ったんですけども、神戸市立ホテルフルーツアパークに勤務してる頃で、まあ投函回数は減ったはずなんですけども、これすぐ投函されるんですよ。で、お金の出元とかこれどうなってます？ SDGs のこのマークだったでしょう、もともとはこれで、余計なものがたくさんあるっていうことで数を減らしていって7項目ぐらいになったはずなんですけども、おっしゃることは逆なんです。これを、投函しに来てるっていうことは、ガソリンをたくさん消費してる。で、これを生産する段階でエネルギーを消費してるから、逆なんですよ。で、飲食店とかでも働いてましたから、そのお金の出元、その飲食店がなかなか経営状況が厳しいっていうことはよく分かってるんですよ。その正社員雇用化とかは難しくてね、そのパートタイマー、アルバイトの人たちを雇ってどうにかしてると。大体現場に正社員の人間一人いてと。まあ大体どこでもそうですね。だからこういう余分なコスト、あと逆 SDGs なんだったら車売っちゃダメ。車たくさん売りすぎた後、もう作ってしまった後、工場を、生産停止。これが正しい方向。もともと何回か政府はその方向で動いたんですけども、すぐに理性の他が外れてしまってるから、政府に要請したいのは淡井圭介より、まず日本中の、自動車産業、オートバイの、工場の、電力停止、エネルギーの残存問題の方が上、50億人の命の方が上、世界中どこの国も、日本が行ったら世界中どこの国も行ってください。淡井圭介本人が言ってます。日付2024年5月3日20時19分で、あとは今日、アップロードした内容、公開した内容で、皇室や、国会議員の方たち、マスコミの的が、まとも側の人たちのところ、その欄のところ、神戸市内でまだクレーンが動いてるところ、上の方のところ、それ以上上の方の階作らなくていいから、もう途中まで、工事、強制的に終わらせてください。もう総理がそれ一言発したらいい。もうできなかった岸田さんもそれまでの男だったっていうことです。麻生太郎さんもね、副総理っていうことになってますけども、もう本当はもういない人かもしれない。多分そうだと思います。昔の映像を多分出してきてるんだと思いますよ。年齢的に考えても80歳超えてますから。